HP 式 VSSGA と米 2P ということで、2万8000人に寝坊したの自白するの受ける。ごめんなさい皆様。いってみましょう。カバリビー第3回、はい、トップ12ルーザーズ、負ければトップ12、勝てばトップ8進出。キャラクターゼロスーツサムス VS 主力のスピードからスタート。攻撃起き上がりはしっかり半角。いきなり珍しかったですね、空へのジャスがして主力の弱っていう。なかなか珍しいものが見れましたけど、まあ、立ち上がりはやっぱり五分ですね。結構諸説聞きますけどね、ゼロサムいけるキャラ筆頭としてやっぱ主力の名前が上がるイメージがあるんですけど、まあ、かなりあの前にはなるんですけども、はいはい、まあ、世界最強ゼロスーツサムスと7回マーズ、はいはい、下してますからね、米選手。ああ、ありましたね。ただ気づけば、ありましたっけ、1ストック、米マーズ確かありましたね。クロストバイトとかそれかなりデカめの海外大会だった記憶があります。さあ 108% ビハインド。さあ米選手はなんとかこのストックを維持したままダメージを与え続けたい。符号当たるぞ。やっぱね、上 B が途中で盾で耐えられてしまうんで、そこですよね、やはり一番は本当に空後とかの撃墜になるんですよね。ただそれを飛んでくれないと苦しいから、まあ、どう浮かすかとかね、こういう大展開とかで頑張んないとっていう感じありますよね。まあ、ポケモンスタジアムってやはり横の広さがあるので、そうこういうところですよね、やはり撃墜の要、上スマッシュと上 B が盾で耐えられてしまうという部分。今のギリ間に合ってなさそう。ギリギリ間に合ってなかったですが、しかし仕込んでおけば全て耐えられてしまうこのモナドシールド。空中した DA 多いしすぎ。さあ 40% を 54.8% 稼いでいく。さあゼロサムのこの辛さを考えると、そうですね、ここから劇でもまだ全然1ストックもぎ取れる。さあ米シンク崖に立たずめ歩いてガード。さあ見えない掴み即投げ、ゼロスーツサムスの困った時の投げ場。しかし変更間に合わず縦から即ザンに切り替える。早かったですね今のインスタントシールドですね本当に。したっけジャスが。さあ100点 8%。 さあ激のエアスラ当たろうものなら激ついというパーセント、すでに読み合い DA、 これ DA 復讐ね、復讐者見せていく、その周り選択早いっすね全キャラ中屈指のスピードキャラですからね、2キャラともスピードの場合。さあ激一周見せて、素直に切り替えて激を切っていく。さあガケスポしっかり拒否。さあ大ジャンプ、フリップジャンプをものともしないこのジャンプの高さ。復讐しろ、壁のようにこすりつけていく。さあモナードの回復を待って、まずはスピード消費、口前崖、いやうまい、蹴っている、回避確認完了、素晴らしいですね。さあ元気バックスラッシュ、正面向いてる、反対方向向いてる時の激バックスラ、本当に光の速さで飛んできますからね。さあモナードスピード、口前見せて、さあ拒否していきたい時期、何もダメージを受けずにいきたいがしっかり対空エサラッシュ、素晴らしいですね。やっぱ縦の存在があるからああ暴れもしやすいっていう。そうですね、やはりこうなると本当に四季選手としては空中後ろや空中前で反発火力を取っていきたい。さあ回避を投げていく、ディエア発射で、さあつかみ、しかしこれ無理をしない、フリップ逃げてザン、モーナードバスター。さあ間合い管理力、エアスラッシュ、さあ安く済んだ。さあ依然として火力有利はシキ、さあ空中後ろ、ほらジャンプしっかり消えているがショーのこの復帰力、空中後ろ空中後ろ、崖外シキ有利、さあうがい見せていく、珍しいですね。おっと横ビー、まだ撃墜しないスピード、さあこれ掴み見せていく、上さ 136% は縦があるためまだいけるが、上さ、さあしっかり変更している。さあここはたまらずモナードシールド消費して着地を通す、いくよ空中、
ね、しかしやり返し、きついしちゃう。さしきガッツポーズ、よく見てましたね今の空上は。お互いの空中精度を完全に理解している。いや、あの差し返しの距離感お見事でしたね。空上に対して空上で返すの素晴らしいですね。やっぱちょっと撃墜難しそうだけど無理やり人でなんとかしてる感じはありますねジャンプ読みなりその回避読みした B なり。いや本当にトップ12かこれ。ぴったりくっついていってましたね先ほど。さあ胸に手を当て、まずは一本選手さあいきましょう。2ゲーム目ステージは変わらずポケモンスタジアム2、お互い合意のって感じですね。まあ、もうスマブラ SP に関してはもうこのステージはこれから先無限に見ることでしょう。上様上様、さあ防御さあ弱で追い返す。火力は 5V ですね。やっぱり立ち上がりは静かですねこのキャラ。パーセントがオレンジ赤になってきたときどうなってくるかというところ、まあ、米選手としてはザンの手痛い一撃を与えたい。シキ選手としてはフリップなので早期撃墜を決めていけ。これは美味しい。おお、まあ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 、まあ、盾を使わせたと見ていいでしょう。さあこの時間盾が回復するまでは 100.4%、 これ美味しい。空中前から空中後ろ単発、これはジャンプ残している。フリップ抜いてきて逃げていく、はい、おそらく盾は回復しているのでここからまた慎重になっていきますね。さあエアスラ半角おいしい。発生10フでこの判定の長さ、さあこれ前投げを選択。さあ盾はまだ残している。さあモナドのゲージを見ていく。エルビさあ読み合い、その場受け身であれば盾を消費させることができた。うそ間に合っていく。まあ、上 B よりも上スマだったら当て半取られることはまあないと思う。そうですね、上 B に比べるとかなり手痛い反撃がないということを見て上スマで盾を消費させていく。さあモナドジャンプで逃げて、さあまずはステージ中央に戻っていく。さあ激これは、あえてのこれ先出し空中上、そっちが激ならこっちも撃墜するぞと。さあ横挙半角取っていく。さあしっかりヤスラ伸ばさないですよね、米選手の優しい。素晴らしいですね。正直発生そんなに早い技じゃないから、そう10フレって結構細めの部類ですからね。いけたってなるとすごい。ガーキャンウェビーで有名な、そうクラウドのウェビーがあれ僕とかなので、そこら辺とかに比べるとまあまあ、これが人間力と確認力と技術のなせる賜物ですね。あとは縦ですね縦は、うん、ではそう上スラッシュ。さあ対空でもガンガン振っていく、この米選手のヤスラッシュ。さあモナドスピード、さあこれしっかり咲いていく。エアスラするならこっちも反復取るぞと。ジャスガの押し、さあ縦を使わせていく形。さあおいしい、これはそうですよね、縦使った直後なんで。いや、シキ選手モナドアーツの時間を完全に理解している肌感覚で。さあ空前差し込み、さあ先ほどの1ゲーム目はお互い分からなかったが2ゲーム目はシキ選手結構大幅リードしてますね。そうですね、ここまだ 66% ビハインド。ジャスゴ空中前、さすがに最低空は間に合わなさそうですね。難しい。さあスピード、さあ掴んで掴み打撃で OP 回復。さあモナドバスタースマッシュ。さあこれは激の時間をやり過ごせ、付き合わないですね。さあザンの空へのパス当て、 DA つなげて美味しい火力。いやー危な、さあこれ暴れていく横火で。さあ DA まず安定といったところ。さあモナド確認、効果スピードエアスラッシュ。エアスラ半角を、あこれおっと、おいやいや耐えてる、おっと判断が完璧ガッツポーズ式アクティブだな
あそこモナド盾で耐えようものなら、ジャンプの遅さを生かして空下打つぞと、すべてあれ持続メテオですからね。そうですね、どんだけ踏むねん。さあこれがルーザーズラン、なせる技式。さあかなり大幅リード 2-0。 さあこの選手胸に手を当て、3ゲーム目。さあリバース 3-0 なるか、コーメンシルク。さあ行きましょう。はい、さあステージはポケモンスタジアム2、殿下の宝刀。さあモナドバースタースタート。さあジャスガはさすがに取っていく。ジャスガ、ジャスガ植木を美味しい。そんなジャスガ取るキャラだっけってぐらい取りますね。植木を言うて3フレですからね、なんだかんだ。さあ安ラッシュ。さあジャスガ影響2回だけで 50% 近く稼いでいる。そのジャスガ含めかなり立ち回りがうまくいってるんで、リードを作れて、まあ、うまく撃墜まで自分だけ運べてるみたいな、ね、安定して少しのリードを常に維持しているような印象。さあモナドバスター、相手への火ダメージが 1.3 倍ほど増強されますが、デメリットとしてはシュルクの火ダメージも増えてしまう。復中白一線早い。針の糸を通すような空中しろ。ああいうとっさのね、空語とかはやっぱ発生が遅い分、空中攻撃のシルクは難しいですよね。全体的に速い。おっとジャスガ、おっとジャスガが冴えてる。先ほどから素晴らしい上からの差し込みに対して完全に理解しきっている。さあ激固めを逃げていく。空中空中空中、これは縦をたまらず消費。後ろ投げですね。縦状態でも後ろ投げ 10% ちょっと入っていく。おいしい。さあモーナードスピードのこのステップの速さ、めくりくえスピードのラバカの。さあ掴んで前投げ、受け身読み合い、さすがに外回避。グラップから空中上を選択、珍しい。着地の読み合いに持っていきたい。安ラッシュ、おっとこれ激墜。おっと間に合う、ギリギリ。さあモナドシールドの時間を消費してなんとか九死に一生得る。さあ空中前一段読み、内側受け身読んでましたね。空中 N からよえさあ先ほどからタクが太い、殴り勝ちしてますね空中で。さあモナドバスター、さあ米としては 0% のままラストワンストック迎えたい。通過身が長くてジャスが発生が遅ければ、ジャスが取ればいいじゃないと。さあモナドスピード、さあつかみ、おいしい大きい空中しろ。さあモナドマスター切り替えて、さあ式無理をしない。これはおいしい、固めている。レンガか、さあ縦を使ってまずはさあ DA 短くて縦ちょっと残ってましたね。さあ敷居としてはこの縦のないうちに攻め込んでいきたい。難しいめくりからのつかみ。さあ敷居伸び伸びと攻めていく。しかし米も差し返す。口上、口後ろ、ジャスが冴えてる。さあモナドスピード、いやジャンプで上から打ち前、これ撃墜式 3-0。 強いなすげえ、完全になんていうのかな、キャラの強みに人の強み乗っけて対策してみたいな感じで、対策がすごかったですね、うん、本当にかなり恨み持ってそうな感じしますねそのガードの使い方マジでうまくて、そのゼロサムのいつもの立ち回りに対して米さんがその空中攻撃合わせに行ったとことかをちゃんとガードなりジャスガなりしててリターン取ってるから、本当になんかかなり苦しそうでしたね、シュル。